ロザリオアークでーす。えい、えい、はい、ベースのメグです。ボーカルのゆえです。ギターのトイエです。ドラムのソイです。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、今日はですね、 SNS の方ですでに発表させてもらったんですけど、ドラムの、ソイがですね、今年いっぱい持って、ロザリオアークを、抜けると、いうことで、ちょっとね、SNS の方で発表させてもらってから皆さんに本当に、心配をおかけしているところもあるので、動画で改めて、ご報告させてもらいたいなと思って今、動画回してます。まあ、今回ねソイが脱退する経緯ですけども、数年前からですね握力がなくなってきて、しっかり握れなくて、今までですね豪快に叩いてたフレーズが思うように叩けない時があるということで、まあ、それで、まあ、ストレスを感じてたということで病院に行ったりですね、あとセッティング変えたり叩き方変えたりということで、いろいろもう数年にわたって苦労しながらですね、なんとかやっていける道を、探りながらだったんですけど、それでもですねなかなか良くなる兆しがなくて、まあ、逆にそれがですね今、精神的にもストレスを感じている状態が続いてます。まあ、そんな状態でねドラムを叩くっていうのは本当にやっぱり楽しく我々も、演奏してなんぼだと思うところができないと、逆にですねストレス感じると、もうそれはですねやってる側からしても本当に本末転倒だと思いますので、一旦バンドを離れて、しっかり、直すというところで、今回ですねみんなで話し合いをして決めました。はい、というところで、まあ、辞めるにあたって本当にまあ残念なんですけども、体が大事ですので、その辺をね、最優先にしたいと思います。ということでソイさんから、はい、ファンの皆様へはい、はいはい、改めましてソイでございます、はい。この度は、こういう形になりましたが、数年前から、特に左手の人差し指と親指がしびれてきてうまく握れなくなって、普通スティック持ってこうやって、うん、人差し指と親指を支点にしてこうやってやるんですけど、力が入らなくなってで最終的にこんな状態で無理やりで、しかももうストロークだけでやるっていう感じでなんとかライブをしてきました。で奏法いろいろ変えてみたりとかでいろいろ試したんですけど、だんだんもう痺れとか震えがちょっと多くなってきたもんですから、まあこれはいけないと思って、うん、で病院とか行ってみたんですけど、まあ原因がわからないと言われまして、うん、そうね、うん、まあ一言年ですとも言われましたけども、まあ俺もよく言われるけどねまあそんなわけで、うん、ちょっとゆっくり治すためにちょっと一旦バンドからちょっと離れさせてもらいたいという相談をしまして、こういう形になりました。そうですね、はい。で決してね重い病気とかそんなそういうわけではないですから、そこはちょっと皆さんすごいなんか心配されてるみたいなんで改めて申し上げますが、今のところ手の不調と他にもまあ肩とか首とか腰とか、まあ、いろんなとこあるんですけど年だから、まあ、あるんですけど、まあ、それも含めてゆっくり治したいなと思いますんで、うん、はい、まあもし治ったらまた何らかの形でステージに上がることもあるかもしれませんが、うんうん、もしそうなったらまた応援をよろしくお願いします。お願いします。はい、はいはい、ということで一応ね年内でやめますということ年内結構まだあるんですけど、はい、まあ、なんでこんな早くに発表したかって言ったら、やはりですねロザリオアークもソイさん加入して6年ということで、すごくまあ共に歩んできた仲間ですし、各方面で応援してくれた人たくさんおられます。お世話になった人もたくさんおられますということで、はい、やめますっていうんじゃなくて、やっぱり最後ですね、皆さんに恩返しするつもりで年内いっぱいライブ活動するというところで、決めまして、今年いっぱいというふうになりました。はい、ということで滋賀、それから東京、それから名古屋、京都もですね、まだまだライブありますので全力で、手抜かずに、きっちりやっていきたいと思いますので、ぜひですねソイさんのですね、もう本当に最後になってしまうんですけど、姿をですね見に、ライブ会場にお越しいただけたらなと思います。はい、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで非常に皆さんご心配をおかけしましたけども、このようにソイは元気でございますので、はい、まずはしっかり治すということで、はい、温かく見守っていただけたらと思います。はい、はい。